それでは財務会計の動画を始めたいと思います。4章では収益の話をして、5章では費用の話をしていったということですね。で今回は5章の2回目の授業になりますで。5章の最初はまず費用と収益の対応のお話をして、それから商品のお話ですね。で、固定資産の 原価償却のお話をしたと思いますで。今日もまた商品の話と固定資産のお話をしていきます。まあ、具体的には原損と言われているところを見てですねで、あとは固定資産のリースのお話を見ていくことになります。若干具体的なあのお話を 仕分けも今回出てきます。まあ、簿記の授業ではないので、それほどあの仕分けの話を重点的にやるわけではないのですが、具体的な話を見ていきますので、しっかりついてきて、で、ある程度理解した段階でテキストを読み込んでいってください。ですね。じゃあ、えー、始めたいと思います。画面をスライドに切り替えましょう。 まず利益を計算する、まあ、利益というのは収益から費用を引くわけですけどももう皆さんは単純にその差額が利益になるということ以上に収益と費用を対応させたい、まあ、できる限り対応させたいというお話理解しているかと思います。 でまあ、定義として、まあ、利益っていうのは、まあ、収益、顧客からもらったものですね。なぜもらうのかというと、事前に投資をしている。投資を収益を得ることによって回収していく。その流れなんですよね。で、投下資金よりもより多くの収益を得られれば、収益が得られれば当然余剰が出てきて、それをまあ利益というんだよと。いいですよね。だからこそ、当然、 利益の計算には、まあ、収益から費用を引いて利益だから当たり前なんですけども費用をどう配分するのかっていうのが当然影響するということになるわけです。で、まあ、費用の配分というのはこれ資産ともつながることがあるんですね。まあ、当然負債とつながることもあるんですが差し当たって5章で見てきたのは その資産をどのタイミングで費用にしていくのかというお話をしていました。で資産というのは財産財産というのは将来の経済的資源将来稼げるだろうと思ったものを資産計上していくということなんですよね。でその時にここ将来の成果を期待して基本的に投資をするんですが投資をした後で <laughs>。 思ったほどの成果が見込めないむしろちょっとマイナスになっちゃうんじゃないかぐらいなそのケースですね成果を望めなくなった時にその部分まで資産として計上し続けていいのかどうかという問題があるわけですでここには2つの考え方があってですねまあ1つはそもそも収益って皆さんどうやって記録してましたっけ 将来お金が儲かりそうだなと思った段階で収益をボンと計上する。違いましたよね。いわゆる実現基準とか実現主義の原則というものがあって、で収益は、まあ後で稼げるんじゃないか、稼げないかもしれないけど、稼げるんじゃないか、そういうリスクがあるときには収益を計上しない。で、確実に儲けが上がると。 いう状況つまりリスクから解放されたときに収益を計上するということなんですよね。なのでここ収益については見込みじゃなくてそれが実際に生じたときにまあ記録をするということだった。だったら損失、まあ、費用も同じようにいやひょっとしたら損するかもしれないとか。 そういう状況じゃなくて実際にその損失が生じたときに、まあ、周期と合わせて記録すべきなんじゃないかという考え方が一つあるとですねなので損失が確定するまで費用を認識すべきではないんじゃないかという考え方がある一方で二つ目の考え方としてはいや確かにリスクがあって で収益に関してはリスクから解放された時に記録をするんだけども利益を下げる要因つまり費用についてはより保守的慎重な姿勢が必要だろうという考え方もあるわけですだから収益と費用は別物収益についてはなるべく確定するまで計上しない一方で費用に関しては早めに計上して 利益を不要意に上げないようにするそういう慎重な姿勢が必要なんじゃないかという考え方があります。で、企業会見にはですね、まあ、伝統的にその保守的であるべき、まあ、保守主義の原則っていうものがその会見の一般原則に挙げられているんですけども、まさにそこで保守的とか慎重性といった価値観が求められてきていて、だから、まあ、将来投下した 資金を回収できななないいかもしれないなというそういう見込めない状況になった場合にはその原価は資産として繰り越すのやめようよっていう考え方が主流になっています,です、ねで。なんで主流になるかというと将来の損失が見込まれた段階でまあやりすぎはだめなんですけども早めに費用を計上するそれが よ、まあ、より早期なな認識なんですよね見積もりの段階で見込みの段階で計上する、ね、実際に損失が起きたときじゃなくて、それよりも前の段階で早期にその費用を認識するということで、その情報、つまり費用を見た、つまり利益の減少を見た投資家がなるべく早く企業の、まあ、危機というのを、まあ、あの知ることになる。まあ、それが 会計情報の有用性を高めるんじゃないかというより早く伝えるということはそれだけ情報としての内容があるだろうとそれが情報の会計情報の有用性を高めるんじゃないかという考え方があるわけです。ね、そこで、まあ、実際に改めて商品の話を見ていきたいと思います。すでに まあちょっと確認しておきますかね。あの前回、ちょっと戻っておきますけども、収益の話しましたよね。こういうふうに、えーっとまあ、先入れ、先出し法、まあ、平均原価法もそうですが、まあ、後入れ、先出し法、後に仕入れたものから先に払い出すとか、そういう過程を置いて、要は資産と売上げ原価になる費用をまあ決めると。 ということだったんですよねでその資産とされた期末の残りについてですね期末の残りについて今から少しお話をしていこうかなというふうに思います。いいですかね。まあ、棚卸資産、まあ、商品なんですけども、まあ、当然さっきやったように先入れ先出しとかですね平均法といった過程を置いて期末の棚卸資産在庫の金額を決定していく。 でそれは将来売れるだろうという前提で、まあ、棚卸し資産として資産計上しているんですけども、その金額、まあ、いわゆる原価を、まあ、将来ね、回収できないかもしれない、そう思うほど、そもそもその商品の市場の値段が値下がりしている場合にはですね、 そのこれ僕はですね帳簿で記録してあるその原価を期末の時価で判断したその回収可能な金額まで引き下げていこうというふうにあの考えているわけです。商品の原価がどう考えても回収できないような金額であったら、まあ、それ金額下げようね資産の金額下げようね というお話なんですよねもうさっきも,すもう今もすぐお話あのしゃべってしまったんですけどもそもそも棚卸しさんというのはですね、まあ、売るために持っているわけですよねいつでも売れるものじゃないですよそれは金融商品資産なのでそうじゃなくてあのいつでも売れるわけではないんだけどでも売るために持っているものなんですよねで仮に その原価回収できないほど値下がりした場合というのはやっぱり目安となるのはその期末時点のまあ価格だろうと商品のね価格になってくるということなんです。でだから原価を期末時点の商品の価格まで下げることによってその棚卸さんが将来売れる時のまあ販売価格をまあ推定していこうということになりますそれれがいわゆるる価法と言われているものなんです。 今昔はですね、減価法と定価法というものが選択で認められていたんですけども、今はもう一律、いわゆる定価法を採用しているというのが実務の世界になります,です、ね。まあ、もう一回改めて定価法って何ですか見ていきたいと思います。減価。帳簿上で書かれているもの。まあ、それから期末時点の時価。まあ、いずれか低い金額で棚卸資産を評価していこうと。 ということになります,です、ね。いずれか低い価格で棚卸し資産を評価していこうということになるわけです。です、ね、でまあ、切り下げた部分をまあ損失として、費用として計上していくよということになるわけです。いいですかね。じゃあ、具体的に見ていこうと思います。まあ、ちょっと動画を止めて、この問いの1、問いの2、 やってみてください。いいですかねちゃんと動画を止めてやってみてください。考えてみてください。ですね。じゃあ見ていきましょう。基中、商品100個を、まあ、単価100円で仕入れていた。つまり、1万円をまあ支払って商品100個買っていたと。それ以外のことはちょっと考えないようにしましょう。ですね。 まあそれ以外のことを考えると先で先出すとか、そういうことを考えないといけないので、まあ、それをまあすでに前回の動画でやっているということで、今回シンプルに考えています。で、期末の段階だと、在庫は10個あるということなので、まあ、90個はすでに売れているです、ね。90個についてはいわゆる売上原価になっている。100個のうちのまあ90個部分についてはまあいわゆる売上原価になっているということですね。 で、残った10個について、まあ、時価を調べてみましたと。まあ、そしたら、110円、単価が110円だったということになります。ですね。で、ここで、まあ、よくよく考えて、さっきのルールで考えると、まあ、原価と時価のいずれか低い価格だね。まあ、公式のように考えて、はい、原価と時価のいずれか低い方の価格だね。まあ、原価、 と時価いずれか低い方だから100円で評価するまあ、それはそうなんですけども考え方としてはまあ、そんな公式のように考えるとまあ、どの道忘れてしまうのでしっかり理屈を考えるようにしましょうですねでまずこれ単価が100円の時ですね単価がこの原価これ原価が100円の時にですね原価が100円の時にですね まあ、いわゆる時価が110円になっている状態。で、これ、売れているわけではないんですよね。これ、持ってるだけの状態ですね。で、有価証券とかはいつでも売れるということで、時価評価していくんですけども、商品の場合は、企業努力なしに商品、製品を売ることってできないんですよね。だからこそみんな在庫が課題になって、つって苦しんでいる状態があるわけです。なので、企業の努力が、が あって実際に製品が売れるまでは収益の記録しないようにしようねっていうのが実現主義ななんんでですすよねそこがポイントなんですだから今回持ってるだけなので100円の商品の、まあ、仮に、ね、仕入れ値が110円になったからといってこれ売れるとは限らないのでこの10円を収益計上1つあたり10円を収益計上するってことはしないよと。 いうことになりますなので、回りくどいですけども、結論はこうなります。<laughs> いいですかいいですかね収益は保守あの。収益は確実に見込みで記録はしない。ですね。今回も、これ、在庫10個ある、売れてるわけではない。 売れてるわけではないけど、なんか時価が上がったんじゃないって、時間を金額を上げる。それはしないよということになります。いつでも売れるわけではないしねということですね。じゃあ、問いのにはどうでしょうか。これ、今回見ていくと、単価が100円だったんですよね、原価。で、時価が90円に下がっているということなんです。 収益は確実に計上しようところが費用に関しては見込みでも計上していこうと、ね、なるべく保守的に利益の計算していこうねということなので課題ちょっと先にね見込みでも計上していこうということになります今回もあの商品売ってるわけではないんだけども、まあ、時価の下落があった場合には 先に評価損を記録していいここうというととなんですねつまり、まあ、100個買ったんですが、まあ、上でやあの説明した通り90個部分についてはこれはもう売却したので費用になっていくんです、ね、これはもうそのまま売上減価という費用になっていくんですねいいですよねで先週の前回の動画では、まあ、売れ残った部分というのはこれ資産だよねと 資産だよねということであの処理していこうということなんですけども今回その資産計上したうちのこの部分ですね時価が目減り減少しているので早めに売ってないんだけど評価損を記録しようということになるわけですね10個に対してこの差額が10円なので100円の評価損を計上していこうと。 ですねまあ、売れる時になったらひょっとしたらその商品市場の動向が変わってるかもしれないんですけども前もってこの100円の評価損を計上することによって投資家にひょっとしたら商品の,あの市場芳しくないかもしれないよというシグナルを与えると、まあ、そういう意味でなるべく早くそういうシグナルを与えることが情報の有用性を高めるんじゃないかということもあの影響している。 考え方になりますいいですね。これが、まあ、回収できないかもしれないと思ったら切り下げていこうねということになるわけです。いいですかね。まあ消費の話というのはそもそもね先入れ先出しとか平均法とかあのそういう細かい計算もあるんですけどもその後で評価損の切り下げの話もあるし。 もう少し言うと、棚卸さんがひょっとしたらなくなってるかもしれないと。ね、<laughs> 棚卸言語みたいなものを計上するという処理も、まあ、実際にはあります。ねまあ、そこはまあいいでしょうということになります。いいですかね、まあ、商品の処理でした。はい で固定資産も同じような回収不能額の切り下げのお話があります。ですね、あれ前回の動画で確かに固定資産をの金額を徐々に下げていくそういうお話しましたよね。もう皆さんここ3年生4年生とかですねあの専門科目の授業ですので当然減価償却費とかあるいは減価償却という言葉は知っていると思います。 減、ね、価償却というのは、まあ、使うことによって、まあ、固定したの金額下がってくるから、まあ、土地は除いてですけども、まあ、そのシステマティックにあの金額下げていこうというお話なんですがそれはそれとやるそれはそれでやるんですけどそれ以外の手続きとして今からお話しする減損というものがあるわけです。ですねまあ、見ていきますね まあ固定資産も、まあ、さっき今言ったように取得原価から年々の減価償却費を控除していって減、まあ、価償却累計額をマイナスすることによって、まあ、固定資産評価されていくんですよね。でもこの収益性の低下、まあ、期待以上の収益が上がらないかもしれないということによって、まあ、原価を回収できなくなるかもしれないそういう状況を想定できますよね。 ちょっと分かりにくいかもしれないのでいきますね。まず、ある資産があって、で、まあ、この資産使えば、まあ、3年間ぐらい使えるかもしれないけど、まあ、総額300円ぐらい儲かるかなと予測をして、で、この資産に投資をします。投資の金額は、当然300円以下。 じゃないとそもそもペイできないんですよね。ねまあ、実際の時間価値みたいなのを考えると、まあ、そんな単純ではないんですが少なくとも350円とかの支出をしてですね300円儲かるから投資しようってわけにはいかないんですよね。当然300円よりも低い価格で投資をしないと、まあ、営利企業儲けを上げる企業であれば投資は実現しないということになります。でいずれせよ 投資をした段階で、よし、300円ぐらい儲かるからです、ね、で,ですね、まあ、土地、まあまずは建、建物の投資を仮に120円やったとします。ですね。まあ、この段階で、180円ぐらい全体で儲かるのかなという見込みがあるわけです。いいですよね。で、今まで皆さんが、ま、ず前回の動画でも学習したように、減、まあ、価償却をまずやっていくわけ。 いいですよね、まあ、定額にしましょうか残存額なしですよということであれば120円のものを、まあ、1回定額で減価償却する、まあ、これ40円ですよね40円費用計上減、まあ、価償却として計上していくいいですよねいいですよねまあそうするとこの資産の金額はさっきこち出しましょうか80円ですね 120円の投資に対して40円減価償却したんだったら、残りが80円になると。ですね。で、まあ、まあ、これを見ると、もうこの段階で100円ぐらいお金入ったんですかね。まあ、その利子率とか、時間価値を無視すればですね、300円ぐらい儲かるかなと言って、当期100円儲かったと。まあ、そうすると、まあ、順調にいけばあと200円ぐらいで、 それでこの200円というのは当然ここの資産の金額、ここポイントですよ。資産の金額よりも見込みが高い状態。これが普通ですよね。これが普通な状態。いいですかまあ投資を続ければ、あと200円ぐらいもう、儲けが上がるなってことは、投下した、まあ当然最初の300円のうちに投下した120円回収できるはずだし、 200円ぐらい儲かるかなって言った時の資産が80ですね。この80円も当然この200円で回収できますよね。だから減価償却だけでいい。という考え方。いいですかでも、もう一回行きましょうか。これ減価償却今資産が80で減価償却をすると、一回全部消しますかね。よいしょ。 これでまた費用が40来て、で、資産の金額が40になるということですよね。80の資産のうち40費用計上したら、残りの資産は40だということ。で、そこで、あれちょっと予定が市場の動向が変わって、あと30円ぐらいしか儲からないなということになったとします。ここが、 ポポイインントトななんんででですすすいいですかここがポイントなんです何がポイントかというといいですかね収益はこの1年で30円ぐらい儲かるかなと予測をしている状態ですねそれに対して資産の金額はこれ40ある状態 この、こっから先、この時点から先の収益の予測30円で、ですね、この40円、投資されたりとされる40円を回収できるか、この原価を回収できるか、いや、できないかもね。ですね。で、この段階で、損失を計上する。 というのが現存のお話になってきます。ちょっとややこしいのかもしれないんですよね。ややこしいかもしれない。<laughs> なぜなら従来の？減価償却はしていくんですけども、それに上乗せして。その資産を運用した時の将来、どれぐらい儲かるのかな？っていうことを考えながら、まあその簿の。 切り下げをしていくっていくとうことになるからですプラスアルファ従来の原価集客にプラスアルファであの処理が出てくるということになるわけ。いいですかね。じゃあ見ていきますよ。まあそういう話だったら、まあ、およそ相当つくと思うんですけど固定資産についてもさっきやった棚卸し資産と同じようにまあに原価を回収できない場合に。 金額を切り下げるんだろうと。ですね。まあさっきのここの損失を計上するんだろうということなんですが、じゃあどこまで下げれば、この資産の金額をどこまで下げればいいのか。商品だったら、まあ、必ず資産を売るために持ってるんだったら、期末のその売る時の時価で評価すればいいという発想になるんだけど、 固定資産の場合は皆さん基本的に売るために持ってるわけではないんですよね。そもそもの投資は使用するために持っているものという前提があるわけで、なので、まあ、当然ね、この使用するために保有している固定資産を売るために保有している棚卸資産と同じように。 期末の時価で評価するっていうのはちょっと考えにくいんですよね。ただ、全然ナンセンスだとも言えないんです。なぜかというと、これちょっと考えてみましょうか。これ、一時点ですね。この一時点の時に、例えば、まあ、建物を。 買いましたでそのし使用価値使用価値というのは建物を使った時の価値ですそれが100円と見込まれたとしましょう1年後2年後3年後どれぐらいお金稼げるかなでそういうのを考慮してこれ建物を使った時の価値は100円だとですねでこれは使うために持つので、まあ、売るわけにはいかないよ それはそうなんですけども、じゃあ仮に、仮にこの建物を売却したときにいくらなのかっていうと、これ90円の価値があったとします。そしたら当然皆さんは売るよりも使った方が価値が高いので、企業もこれは売却せずに使うということになるわけ。なので このまあ建物の価値は、建物だとしてですね、建物の価値はいくらですかと言ったら、100円ですってことになるのね。どの道を売るために持ってるわけで、売るために持ってるわけじゃないから、100円だろうということになるわけです。ところが、ここはどうでしょうこれ1年経ちました。もう一回、この時点で改めて、 この建物を使ったらどれぐらいの価値になるのかな ?1 年後、2年後、3年後、どれぐらいお金入ってくるのかなでそういうのを計算したときに、この建物を使ったとした場合の価値が50円だったとします。いいですかその建物を今、この段2年目ですかねまあ1年目だ、2年目の段階で。 建物を今後使った時の価値いくらかなって計算したら50円だった。で、その時点で売却したらいくらの価値があるかというと60円だったとしましょう。いや、確かに、確かに、これ、この建物は使うために買ったんだとしてもですよ、使,使い続けたら50円の価値がある。 今売ったら60円の価値があるということであれば、投資ます、皆さん。売りますよね。使うために投資をしたんだけど、合理的に考えて今使、今使い続けたら50円、今売ったら60円だったら、それは売りますよね。使うために投資をするんだけど、売った方が得だったら、それは当然、営利目的の企業であれば、売却する方に価値があるということなので、まあ、実は、 よいしょ <laughs> この場合、企業にとっての価値というのは、企業にとっての価値というのは、1年目は使用価値なんですけど、2年目は売却価値になってくると。やっぱ高い方ですね。合理的な企業であれば、売却しますよね。使い続けて50円、売却したら60円だったら、売っていくということになるわけですね。まあ当然、3期目の、もう仮にまあこの段階で通常合理的であれば売るんだけど、 まだ仮に保有していたとしたら、まあ、やっぱここでも売却した価格15円の価値があるよということになるわけ。つまり何が言いたいかというと、確かに固定資産は運用、事業の、事業目的で購入、投資をするんだけど、そうは言っても、使うよりも売却する方が得であれば、合理的な企業、まあ、お金を稼ぐ企業というのは売却するはずだろうということになるわけ。なので、ここ、ポイント。 固定資産の回収可能額というのはですね、売却による賞味の金額と、使用による回収額の経済的価値のうち、いずれか高い金額をまあ回収可能額というふうに定義しますよということになりますま。そういう定義なんですけど、 これまでも直感的に考えれば企業は使う場合と売る場合をまあ考えると、ね。事業投資自体は使うためにあの投資をするんだけどそうは言っても売却した方が儲かるんだったらそれは売却しますわね。なので使ったらいくらなのか売却したらいくらなのかというのをまあ2つと考えてでいずれか高い方の金額が 回収可能額だというふうに定義をしてですね、定義をしてで、この買ったときなんですまで、取得原価、これ母価、記録している金額と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 、回収可能額を比べて、原価と母価と記録している金額と回収可能額を 比べて、原価の方が回収可能額よりも低いんだったら、母価を切り下げようというお話になってきます。いいですかね。<laughs> まあこれ、バリュー・トゥ・ザ・ビジネスとか言ったりするんですけど、まあ、企業にとっての価値ですね。まあ、これのいずれか高い方が、企業にとっての価値だろうと。それが母価を下回ったんだったら、 評価切り下げましょうということになりますいいですかねじゃあ問いの1問いの2まあ動画をちょっと止めて考えてみてくださいどうぞいいですかねあのしっかり動画を止めて考えるまずは誰かに教わるよりも 自分で考えてみるでそれで、まあ、正解を、まあ、正しければ、まあ、それはそれでいいし間違えた場合にはそこでは違うんだというふうに、えー、頭に脳に刺激がいくので、まあ、より記憶しやすいはずです。なのでしっかり自分が考えること。まあなんとなく聞いててですねああそうだよそうだよねそうだよねって。 まあ脳に負荷を与えないとなかなか記憶につながらないので、しっかり動画を止めて考えるようにしてください。ですかね。じゃあ、見ていきたいと思います。まあ、取得原価1000円ですね。対応年数が2年、残存価格なしで、まあ、原価商却は定額をやると。そういう建物を機種に取得していたということですねで。決算において、今皆さんがいるのはここです。決算において、決算において、決算において。 ですかね、決算においてこの決算時点のこの建物の売却価格が600円で,でその時点のまあ経済的価値使った場合使った場合の価値が使った場合の使用価値が700円であったとこういうふうに仮定がされているわけですで当然売ったら600円 使ったら700円ということは、企業にとってのその価値というのは、こちらになりますよね。いいですよね。で、それとは別に、これ通常だったら、1000円のもので、耐用年数が2年で残存価格ゼロなので、決算時点で減価償却しますよね。減価償却。 減、ね、価償却の金額は1000円を、まあ、単純に2で割るので500円ということになります減価償却が500円ということはこの建物の母価はいくらですか1000円のうち500円が減価償却になったんだったら建物の金額500円だよねといいですよね建物の金額が500円これが資産の金額になってくるでこの金額と この金額を比べてどっちが大きいですか企業の価値の方が大きいわけですね。で、この時は500円の原価で700円に金額を上げることはしないんですよね。これは利益を計算するときに500円の資産を今価値700円だから上げましょう。そうはいかない。収益は 確実にリスクから解放された時に記録しようということなので収益は記録しないですね。今回は単純に減価償却費を計上するだけということになります。いいですかね。<laughs> じゃあ2番、こちらどうだ,どうだったでしょうかもしやってない人がいればまた動画を止めてやってみてください。いいですかね。まあ、設定が何が違うかというとここだけです。 売却価格が400円だったケース、経済的価値、使用した場合の経済的価値が700円だったケースですね。これは企業にとっての価値は、まあ当然700円ですよね。七百円ですよね。これはまあ基本的に、僕はさっきの原価償却した結果、500円なので、同じということになるわけです。ここはまあ1とね、同じように考えればいいということになります。 いずれか高い方ですね。なので、ここもバリートゥードビジネス企業にとっての価値は700円。で、簿カは500円なので、それ以上だったら何もしない。減価消費だけということになります。じゃあ、3番。これもまたちょっと動画を止めてやってみてください。いいですかね。 で、ここはちょっと設定違いますね。売却価格が売ったら、売ったら400円で、期末時点で今後使っていったら300円の価値があるということなので、今回は企業にとっての価値というのはこちらになるわけです。400円ですね。で、なおかつ、なおかつ、 減価償却をしていく1000円で、耐用年数2年で、残存額ロなので、減価償却費500円だとすると、資産の金額は500になりますね。1000円から500を引いて500。ここで、母価減価が500円なのに対して、売却、企業にとっての価値が400円と。 今回、下回っているわけですよね。収益、母価の金額を上げるときは保守あの、なるべく慎重につまり、リスクから解放されるまで待ってようと。それに対して、下げる場合は、なかなあの収益と同じように考えずに、早めに保守的に切り下げをしていこうということになります。なので、これ、さっきと同じように、 減価償却費を計上する。これによって、1000円の母価が、まあこれは500円減るので、500円に下がると、ね。で、400円の価値が下がるので、さらに減損損失を計上しようというのが、ここの話になります。これが今までの勉強とは違う。これ、減損という処理になるということになります。 ちょっと特殊なんですね何が特殊かっていうと繰り返しですけども上に上げる収益に関してはリスクから解放されるまで待ってましょうとそれに対して下に下げるというのは収益の,そのリ,スクからリスクがあったとしてもまあ下げていこうということになるわけですちょっとアシメトリーというかちょっと違うんですよね,ねはいじゃあこの金額 この経済的価値というのはどうやって計算するのかなと今までもちょっとぼかして100円だ使用価値50円だとかやってましたけどこれどうやって計算するのかというのはもう少しあの深く見ていこうと思います実際にはですねちょっとね計算めんどくさいんですまあ皆さんは前期に、まあ、経済的価値の計算というのをやっているのでそれほど 驚くことはないかなとは思いますが、見ポイントはでいいですかね。で、固定資産の減損というのはですね、まあ、やバリトゥドゥビジネスと言いましたけども、使用価値とそれから売却価値を比べて、いずれか高い金額で、まあ、判断していこうということになったんですが、その使用価値を計算するときには、 これ、なかなかですね、難しい計算をしていくことになるわけです、ね。で、多分に主観的な要素っていうのが入ってくるので、この利益を操作するときに使われたりするということになるわけです。それがここ書かれているように、多くの企業の判断が必要になるので、まあ、これ、費用の形状を回避されたり、逆に、 多めに費用を計上する、その乱用されるような余地もありますよということになります。これどういうことかというと、ここですね、まあ、ビッグバスというんですけども、減価償却以外で、減損の金額、評価を思いっきり切り下げて、これね、課題にその評価を切り下げると、資産の金額が シュリンクとか小さくなりますよね。資産の金額が小さくなると、将来やっていく減価償却費の金額が小さくなるんです。資産の金額をぎゅっと縮めると、将来の減価償却費が小さくなるので、前倒しに まあ、費用を計上するということになるこれビッグバスというふうに言います,ですね。なんでそんなことをするかというとまあいいですよね <laughs> 将来の減価消却費を小さくするということは将来の利益を増やすということなんですつまり当期に費用をドカンと計上することによって当期の利益はめちゃくちゃ下がるんですけどその分将来の利益がボンと増えていくよと いうことになるんですよね。まあ、そういうビッグバスの効果もあります。まあ、v 字回復する。すごい。経営が良くなってるよ。っていうのはアピールすることもできるわけで、将来ね。そういうことをすることもできます。まあ、ただ他方でね。そういうもそういう話がある。他方一方で。よいしょ。まあなんとかね。とにかく今年の利益を今年の利益を上げたいね。ね 将来の利益を上げるんじゃなくて、とにかく今年の利益を増やしたいよと、将来のことはいいから今年の利益を増やしたいよといった場合には、この減損を回避する、過少に計上することによって、本来は損失を計上しないといけないものを先延ばしするっていうこともありえるよ、つまり都合よく、企業の都合よく減損を使われることがありうるよということなんです。 こういうのは利益操作っていうふうに言うんですけども生まじかこの現存を認める減損の処理を認めることによって利益操作の余地をまあ企業に与える可能性もなきにしもあらずということになります。いいですね。で特にこのさっきのこの使用価値なんですけどももう皆さん多分この式は前期も見たと思います。で後期から受けている人というのは あのなるべく早く前期の動画を確認してください。えっ、ー、と、一章のところだったと思います。テキスト一章のところの動画を見てもらえればいいかなというふうに思います。そうすると、まず最初に、これ1年後のキャッシュ、2年後のキャッシュ、今皆さんゼロ時点にいるんですけども、1年後、2年後、3年後、4年後、10年後とかですね、将来のキャッシュを予測する。で、あとは、 資本コストというのをこれ予測する、見積もることになります。これ全部ですね、やっぱり企業の主観なんですよ。ですね、いいですか、まあ、ここ。将来のキャッシュフロー見積もる。まあ、これは将来の営業成果っていうのを、まあ、企業が見積もっていくわけです。でこういう R、書かれたのはこれ割引利子率、割引因子なんですけども、 これも決定しないといいとけななんです <laughs> なのでまあ想像つくと思いますけどもどうしてもね企業の主観に依存するせざるを得ないということになるわけで、うん、これ学部すいません外部ですねなのでこれ学部じゃなくて外部ですね外部外部の外ですね外部の人が企業の外の人がその 企業の見積もりの合理性を検証するというのはなかなか難しいんじゃないですかということになっちゃうわけ、ね。まあ、そうは言ってもねあの、なるべく早期に将来あの、ひょっとしたら企業うまくいかないかもしれないよというシグナルを先に出す、そういう、まあ、経営者の思惑というのもあり得るということなんですよね。なので情報の価値が 情報の利用性が必ずしも下がるわけではないんだけどこういう利益操作に使えることがあり得るよというのをちょっと押さえておいてください。<laughs> ですね。よいしょ。でなおかつもう一つこの使用価値の算定なんですけどもその企業っていうのはまあいろんなプロジェクトをしているわけですけども そのプロジェクトごとに企業のどんな固定資産を使っているのかっていうのはポイントになってくるんですね。まあ、つまり減損があるかどうかを判定するときにその企業のプロジェクトごとに将来キャッシュフローをどれだけ産むかっていうのを想定するんですけどもそのキャッシュフローを産む単位キャッシュフロー生成単位って言うんですけどもこれをどういうふうに 定義すするるかによよっってての金額って変わるんですよいいですかこれもちょっと見ていきましょう。そんな難しい話じゃないんですよ。まあ、例えばですよ、これ、今一つの、まあ、固定資産のプロジェクトがあったとします。で、このプロジェクトに使っているボカが100円だとします。で、他方で企業が、まあ、もう一つのプロジェクトも立ち上げていて、そのボカが50円だったとします。 これめ、全く別のプロジェクトで考える、つまりキャッシュフォロー生鮮単位は別々ですよっていうふうに考えた場合、それぞれに回収可能額を見積もるです、ね。<laughs> この回収可能額っていうのは、使用価値と、まあ、売却価値いずれか高い方ですね。まあ、売却価値と使用価値いずれか高い方で、それぞれ回収可能額を予測するわけ。 で、今回、ボカよりも90円の方が低いので、これ、減損10円ですよね。で、こっち、ボカが50円で、回収可能額がそれよりも高いので、当然、減損はゼロですよね。だから、企業全体で、減損の金額は10円ということになるわけ。いいですよね。別々で考えれば、 まあ企業全体では10円の減損を記録するということになるんです。ところが、これ、同じプロジェクトなんですよと、たまたま2つの資産なんですけど、実はこれ、同じプロジェクトなんですよって言って考えたときには、これ、母価合計が150円ですね150円ですよね。 で、それぞれこれ独立だと考えると、まあ単純に足せばいいので、回収可能額が190円になるわけ。ってことは、母家よりも回収可能額が高いから、これ減損の金額はゼロということになるわけです。つまり、このキャッシュフロー生成単位を まあ別々だよというふうに見なすと、実は現存10が出てくるんですけど、いやいや、これ、企業のプロジェクト実質一つなんですよと、この二つの資産一つとして考えてくださいねというふうに考えると、現存の金額はゼロになると。このケースですね。ということになるわけです。つまり、企業がそのキャッシュフロー生成単位をどう定義するかによって、現存の金額が 変わるとということじゃあキャッシュフロー生成単位の何が正しいんですかそれって外部の人分からないんですよね。企業の内部でキャッシュフロー生成単位が定義されていく。その定義をずらすことによって、元素の金額をずらすことができる。それで利益操作になったりもするんだというのを押さえておいてくださいということなんですね。ですね。 これが、いわゆる減損の話です。なんか現存というのは、将来の損失を前倒し計上するので、もう一回ここ確認しておきましょうかね。前倒し計上するので、必ずしも悪悪いことばっかりではないんですよ。ここ。ですね。なので、減損を早期に計上することによって、会計情報の有用性を高めるという側面も確かにあるんですよ。 ね、確定するまで待ってるんじゃなくてなるべく早めに損失を利益の計算で影響させることによって外部の人にあこの会社ひょっとしたら将来やばくなるかもしれないよってことを伝えることもできるんだけど他方でそういう処理を認めることによってその処理の内部の計算でこういった将来の予測とか、まあ、利子率の,その割り資本コストの算定といった主観が 入ってくるこういうキャッシュフロー生成単位という主観が入ってくることによって利益の金額が操作される可能性もあるんだよというのを押さえておいてもらえればいいかなというふうに思います。ですかね。これは現存のお話でした。で次。 四節テキスト4節リース資産のお話に移りたいと思います。リース資産のお話です。で、基本的にですね、会計の全体の発想としては、会社が、まあ、その資産の所有権を持っているとか、所有権がない、つまり人のものだとかですね、それに、 こだわらずに、ね、企業が実質的にその資産を支配しているとすれば、それは資産の金額に含めようというのが基本的な企業会計のルールなんです。つまり、所有権が自分のものか相手のものか他人のものかというよりも、その財産を企業が自由に使えるかどうか。 そこが重要だよねということで仮に借りているものだとしてもつまり人のものを借りているものだとしてもそれを自由に使えるんだったらそれを使って収益上げられるんだったらそれ資産計上しようねというのが基本的なルールなんですねでその最たるケースがまあいわゆるリース取引ということになります リース取引、リース契約というのは何かというと、まあ、船舶、まあ、船とかですね、飛行機などを借りて、所有権は持ってないんだけど、借りて、で、まあ、お客さんを乗せて、もしくは貨物、荷物乗せて収益を上げていこうとです、ね。まあ、そういうのを可能にするのがリース契約なんですね、リース契約。で、特に、 ファイナンスリースという名前がついて、リース契約の中にも、オペレーティングリースとか言われているものもあるんですけども、オペレーティングリース、オペレーティング、オペレーティング、オペレーティングリース。オペレーティングリースと別に、ファイナンスリースという、ファイナンスというのは資金調達という意味のファイナンスですね。ファイナンスリースというものがあります。これどういうものかというと、 まあ何年間が借りるというその契約の期間ですね、それが結構長い。その資産の耐用年数と同等であるとか、おおよそその資産を買って支配した場合にコストをどれだけ回収するか、そのコストが回収できる期間と同じぐらいに長いと。自分で買って、 採算取れると同じぐらいそのリースの契約が長いというケース。なおかつノンキャンセラブルって言うんですけども実質的に途中でこのファイナンスリースを解約することができない。もしくは解約したとしても実質的に借り手の負担が変わらない。だったら借り続けるよねということなんですね。そういうのがファイナンスリースなんですけども。 このファイナンスリースというのは実質的に、実質的にここね、所有権自体はまあリースって言ってるので、借りているんだけど、つまり所有権は貸し手にあるんだけど、企業は借りてるんだけど、そのリースの所有権はまあその貸してくれた人の貸し手にあるんだけど、でも実質企業が、ここが重要、めちゃくちゃ重要、ここが重要。実質的に企業が借金をして、 その資産を買ったのと同じようなものこれがファイナンスリースということになるわけだから所有権があるとかなしじゃなくてこういう所有権はないけど実質的に支配して使ってるのと変わらないようなケースこういう時にはもうその資産を まあ、資財産を資産として記録していこうねというルールがあるわけ。これがファイナンスリースの、まあ、会計の発想になるわけ。いいですね所有権はないんだけど、あたかも自分のもののように、まあ、処理していこうということになります。ですねまあ、こんな話で今からしていこうということになります。ですかね でまあ、改めて見ていきましょう。リース契約というのは、まあ、一般的にはですね、まあ、基本的にまあ資産を借りてで、それに対して使用料を毎年払っていく行為なんですね。でまあ、確かにさっきオペレーティングリースというこのを言いました。まあ、皆さん、イメージとしては、まあ、皆さんがどこかに旅行行こうとしたときに、まあ、車を借りる、まあ、レンタカーですね。でまあ、1時間か2時間くらい借りて、 で、それを返す場合、当然その車はリース会社のもので、まあ皆さんはそれを何時間か運転するだけ、借りて運転するだけですよね。ですね。ね、おおよそ、まあ自由にいろんなところを使える、まあ車を運転できるんですけども、まあ当然、あの期限が来たら返さないといけないということになってるわけですで。考え方としては、それを、まあ普通に本当に人のものをちょっと借りて、 使ってるだけだけよと借りて使ってるだけだよということであれば、これ、賃貸借の処理で考えるわけ、会計の場合はね。これ、借りてリース料をお金後で払ったときに、これ、費用計上するという考え方です。いいですかね。で、それに対して、さっき、 ファイナンススリースの話しましまたよね実質的に借金して買ったのと変わらないよ、これを強調すると、やっぱりね、賃貸借処理だと、ちょっと不十分なんだよね。何が不十分かというとさ、ここさ、これ、支払いリス料というのは、費用なんですよね。 でしょな,なんでですよで財産を持ってる、まあ、持ってる時財産を使っている車を借りているんだけどその車というものは借りてるだけだからその借りた時に払ったレ,レンタル料だけを費用計上しようねっていうのがここの発想なんで,すでもファイナンスリースって 実質的に借りて、お金を借りて、お金を借りて、その資産を買ってるのと同じだよねという世界だったら、これだと不十分でしょ費用しか出てきてないから。そこで売買処理というのが出てきます。売買処理というのが出てきます。これ何かというと、これはどういう処理をするかというと、まず資産を合意に。 記録してしてまうこれは車の資産形状というよりかは、まあ、車を使用する権利みたいなものをまあ資産計上するというふうに考えてもいいかなと思いますで。と同時にこれ借金をして買ったのと同じというふうに言ってるのでこれ借金した時に出てくる負債をここリース負債として計上していく。 <laughs> で、その上で現金実際払うんですよねで。この払った現金というのは、この借金を返すために払うというふうに考えます。これ、どっちもやってる行動は全く同じなんですよ。やってる行動は全く同じなんだけど、アクション、企業の取引は同じなんだけど、これ、 単純にお金、資産を借りてるだけだよね。財産をかりなんか借りてるだけだよね。だったら支払いリース料だけでいいよねという発想。で、こっちの場合はいやいや、これは実際にお金を借りて資産を買ったのと同じだよというのがこっちの考え方で、その場合は負債を計上するとともにその資産も計上していく。で、毎年、 相手に払うお金というのは借金の返済というふうに考えていく。いいですね。じゃあ、費用出ないのか。いやいや、このリース資産使えば、毎年価値減っていくよね。減価償却をしていくという発想なんですね。そう考えると、まあ、比べると、費用の金額。 それから現金が出ていく。基本的に同じだよと。まあ、ただね、貸借対照表でここが計上されていく。貸借対照表でリースの資産と負債が両立てされていく。現金部分だけ負債が減っていく。減価償却部分だけ資産が減っていく。という考え方になります。 ちょっと説明がくどかったかなというふうに思います。余計、そんな難しくないんだけど、余計難しそうに見え,てしちゃ見えたかもしれません。まあ、具体的に見ていきましょう。これちょっと動画を止めて考えてみてください。いいですかね。まあ見ていきましょう。具体例を見た方が簡単だと思います。 まあ、10年間、まあ、リースをお金あの財産を借りますとです、ね、で毎年100円リース会社に払いますと10年間で毎年100円なので総額は1000円ですねということになるわけ、まあ、仮にあのそのリース資産を計上したときに、まあ、原価償却は定額法でやってください、ね、残存価格はなしですねといったと。 これを売買取引、こっちですね。売買処理と同じように仕分けしたらどうなるかというのが、ここの問題になります。売買処理した場合にどういう仕分けが出てくるか。いいんですね。これは、もう10年間ですね、まあ、その資産を、固定資産を借りてくるわけですよ。ですね。それって、 資産を借りる契約なんだけど実質その会社が使えるので資産を借りる契約リース契約なんだけどその本質はお金を借りてその借りたお金で資産を買ったのと同じだろうという考え方なので最初この仕訳が出てくる。ですね。総額1000円を借りたと これが契約時点で出てくる仕訳。いいですよね。で、1年使いましたと。で、毎年100円その相手に払うわけ、ね。それがこの現金支払いなんだけど、このリース負債の返済に当てているよと。いいです。で、他方でこのリース資産、10年間使うリース資産。 1>, 1年使いましたよと、これ契約時点ね。これ期末の、現金支払うときでもいいんですけど、期末に払うとした場合ね。で、なおかつ期末に減価償却費を計上していく。当然、資産の金額目減りしていくねということになるわけ。いいですかね。はい。で、ただこれ。 ちょっとシンプルに考えすぎていて、まあ、実際の今2小期の2級の範囲にここなっていると思いますが実際の問題では、まあ、1級の場合の、まあ、念頭に置いた方がいいのかな、えー、とつまり2級の場合は定額法でやるんだけど1級の場合はあとで今説明する次に説明する利息法で考えるからです。 今までは利息の話全く考えてこなかったんですが仮に資本コストと言ってもいいですが年利が5%ですよというふうにさっきの問題設定変えた場合にどうなるか売買取引でなおかつまあもうちょっと細かいこと言うと利息法で考えた場合にどうなるかっていうのをまあ見ていきたいと思いますちょっとこれ動画を止めてまあいわゆる利息を使った 計算どういうふうにやるのかなちょっと考えてみてください。はい。いいですかね。見ていきたいと思います。ね、これ、10年間のリース契約をすると、で毎年100円ずつ、まあ、払っていくよと。まあ、確かに、名目上の総額は1000円ですよね。名目上の総額は1000円なんですが、これ、 年利を5%だと考えたときに、今現在で将来毎年100円ずつ10年にかけて払っていくものの価値、今現在の価値はいくらだと思いますか金利が5%、年利が5%だとすると、まあ、つまり1年後100円皆さんは払う。 2年後100円を払う。3年後、4年後、5年後、6年後、7、8、9、10年まで100円を払い続けるものの、現在の価値はいくらですかということです <coughs>。あくまで現在の価値はいくらですか。それを計算してみてください。これ、エクセルとかで、まあ、えっ、ー、と、まあ、例えば、エクセルだとですね、セルにこういうものを入れてみてください。100スラッシュ、 えっと、ここ1、一プラス、零零零五の、えっ、ー、と、8とかな。二乗。エクセルだとこういうものを入れていく。まあ、ちょっと横に、プラス、えっ、ー、と、百円一点ゼロ五0 5 8、 3乗とかいうのを、まあ、これ10まで入れてみて、計算してみてください、実際にね。まあ、そうすると、まあ、こういう計算が出てきます。ですね、今から考えて、1年後100円払う、2年後100円払う。これは1年後という意味です。これ二年後という意味です。で、10年後100円払うと。で、その現在の価値は772.173だと。ですね。だから、 その金額が、まあ、リース負債の金額になるし、でそのリース負債の金額でお金を借りて、資産を買ったというふうに考えるのが、ここの契約時点の利息法に基づいた場合の仕分けになります。この総額千円というのは使わないんですね。さっきは利息がゼロだというふうに仮定して、 1000、まあ、円というふうにやっていましたが、まあ、年利5%だよ。じゃあ、年利考えて仕分けしてくださいねということになると、この負債の金額は全部割り引いた金額になってくるんですね。よろしいでしょうか。で、それに対して、 1>, まあ1年経ちました。で期末に、まあ、仮にね、この100円のリース料を支払うよというふうになったときに、これ、この100円は、ここちょっと難しいんですけど、これ毎年100円リース料払うんですが、この100円払う、この行為が、 リース負債の元本の支払い分も入ってるんですね。毎年100円払う。借金返してるんでしょこのリース負債の772円のうちの元本、この金額返してるんでしょという発想もあるし、なおかつこの100円の中には、借金負債をしたら利息を払う。利息を払う。 その利息分もこの100円の中に含まれているでしょ。そういうふうに考えるんですね。つまり、この100円の支払いというのは元本の返済もあるし、利息分の支払いもあるよというふうに考えるんです。ここがちょっと難しいかもしれないんですが、これね、基本的には借金。 金が今この契約した段階で772円あってでに年利が5%というふうに言っているんだからこの100円の支払いのうち機種の借金の元本に対して5%かけたこの数字が利息の支払いに充てられていて。 じゃあ100円のうち利息に当てられなかった部分はこれが元本の返済部分だというふうに考えるわけ。いいですか毎年100円払う。払うんだけど、その100円の中にはもともと借金それ自体の元本の返済もあるし、 その借金してたことに対する利息の支払いもあるんだと。じゃあ利息の支払いいくらなのかっていうと、契約した時点の負債が772円だから、契約した段階の負債が772円だから、それに利子率5%かけたものが、これが支払い利息の金額で、払う100円からその利息の金額を差し引いたものが、いわゆる負債の返済に。 当てられるという,ふうに考えますすいいですか、ねまあそうするとこれ負債の金額は772円から61.4円を引いたものになるので2年目のこれ1年目の仕訳ね1年目の仕訳ね1年目の仕訳なんだけど2年目は772円から61.4円引いたものに対して5%かけたものが支払い利息の金額になるということになる。 いいですかねこれ、まあ、来週、まあ、次の動画で退職給付の話をすると思うんですが、そこでも出てきます。すねまあ、リースのところでも出てきます。こういう年利計算のところ、まあ、若干難しい。まあ、慣れれば大したことはないんですけども、も慣れるまでちょっと難しいので、ゆっくり考えるようにしてください。ポイントは、ここね、しつこいよだけど、しつこいよだけど、 毎期払う金額、現金を払う金額があるんだけどそれは借金の返済と利息の支払いの2つからなるよここをしっかり押さえることじゃあ利息の金額はっていったらスタート機種の段階の負債の金額に年利かけたものが利息の支払いになるよということを押さえておけばいいかなとそれほど困らないかなというふうに思います。 いいんで,すか、ね、であとはリース資産というのでこれ減価償却していくよねと、まあ、定額法で減価償却やっていくよということになります。いいですかね。で、まあ、結果としてねこのさっきの利息を無視した世界だと まあ費用が100円で一定だったんですね。毎年100円の、合計100円の費用が計上されていくんですけど、こっちの場合は、原価償却費の金額はその分少なくなるんだけど、利息の金額も多くなるのねで。なおかつ利息法だと、これさっき100だったけど、100大きく、まあ100よりちょっと多いんだよね。だからスタート地点がだんだん多い、多い、費用の金額100を超えていて、で、徐々に減っていくような、あの、イメージを持ってもらえればいいかな。 思います費用の金額に関してね最初は100円よりも多いんだけど、まあ、徐々にこの金額ね減っていくということになりますこれ慣れておくといいかなと、まあ、税理士とか公認家計士とか日商簿記1級ではあの普通に出てくる処理ですのでまあ覚えておくといいかなというふうに思いますあるいはねあのリース会社とかに就職をしたいんだと証券会社に就職したいんだという人もてあリース会社とかに就職したいんだと証券会社に就職したいんだという人も この計算、慣れておくといいかなというふうに思います。FP とかの計算にも出てくるかなと思います。で、えっ、ー、と、次、ちょっとややこしい実務的な問題なんですけども、まあ、テキストのメモに書かれているので、ちょっと説明をしておきますで。リースの話なんですけども、セルアンドリースバックといって、まあ、以前はまあ結構流行ったんですけども、僕が学生の月いに流行ってたんですけども、 まああのー、いろいろ会計基金が整備されてですね、まあ、それほどうまみがなくなったかなとは思います。これ何かというと、皆さんが、まあ、会社がね、資産、建物かなんか持っていて、ね、なおかつお金借りたいなというときに、まあ、実質その建物を担保にお金を借りる、そのイメージを持ってもらえればいいかなというふうに思います。本質は資産を担保に まあ借金するるとということになるわけでも形式はおおよそそういうお金の貸し借りとかけ離れたものになりますつまり資産をセールなので売って <coughs> 資産を売ってで相手に売った資産をすぐに借りてくるリースバックしていく取引んじゃそりゃ 持ってるものを売ってすぐに借りる取引これがセルリースバックという取引になってきますですねで結局何やってるかっていうと別に形式上書類上資産を売却してすぐに借りるので実際に資産が動くわけではないんです企業はセルリースバックをするんだけどその資産は使い続けるわけ 使い続けるんですけど、一旦売却することによってお金が入ってくるわけ。それが実質資産を担保にした借金と同じということになります。じゃあ、ちょっと具体的に見ていきましょうね。はい。今、皆さんが建物100円持っていたとします。それをリース会社に120円で売却したとします。 でも、相手に渡すんじゃなくて、すぐにリースして借りる。それがセルリースバックをしました。ということになるわけです。使い続けるのに、あれ ?100 円のものを120円で売るんでしょうと。あ、なんか20円、売却益出るのかな おかしな話ですよね資産を使い続けているのにセル・アンド・リース・バックの契約をすることによっていきなり20の利益を上げてしまうこれはさすすがに認めたくないですよねそれだったらいくらでも会社は利益を増やすことができてしまうのでここがまあ以前問題になったんですけども今はこれ収益計上を一気に計上することは ありません,です、ね、ありませんじゃあどうするの見ていきたいと思います。これですね、こういうことをします。建物を持っているんですよね。それ120円で、まあ、書類上売却をするんだよね。まあ、仮に現金で売却した場合、確かに現金120円は入ってきます。で、同時に建物はなくなります。 で差額が儲け上がるんですか。これね、一旦ちょっとややこしいかもしれない、まあ、2小期3級の勉強してた人は、まあ、あれかと、前受け収益という負債をです、ねまあ、記録していきます収益の前。収益を前もって受け取ったです、ね、商品を売るよりも前にお金もらっているとか。 前受け金っていうふうに言うんですけども、まあ、それと同じような考え方をしてくださいです、ね。でこれ,売これ売却だけの仕分けなんですけども同時にリースしているのでこういう発想になります。<laughs> ですね、建物を仕分け上はここでなくすんですけども建物を仕分け上はなくすんですけどもすぐに借りる。 自分のものを売ったものをすぐ借りてくるということになります。ね。いいですかで、さっき、なんか収益を上げるとかいう話してましたね、ここでね。実際、ここあ、ごめんなさい、実際これ収益出てくるんですけども、もう一つチェックしておいてほしいのは、ここ、建物のボカが当然120円で売った。 それをさらにリースしたということなので、120円の母価が、これ百あ、ごめんなさい。100円の母価が、120円に上がってるんですよね。だから何資産だから関係ないじゃん。いや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 。資産の金額が上がると、何するんでしたっけ固定資産の金額、減価償却していきますよね。 だから、資産の金額が上がると、その後にやる原価償却の金額が増えるわけ。<coughs> いいですか、まあ、つまり、これ、通常だと、何が通常かっていうと、建物100円のままだと、原価償却、仮に10年で原価償却をするとした場合には、これ、原価償却10が計上されるんですよね。 ところが、リース資産を120にしたことによって、通常だったら10、10年ものだったら10の減価消却が上がるんですけども、これ2増えてるんですよ。なんで10、10なものを12になったかというと、これ120円で売却したからですね。で、で売却したときにこの前受け収益20ありますよね。で、これを、 10年で崩していきます。まあ、こっちですね。えっと、減価償却自体は、本当は建物100のもの10年でやると10なんだけど、でも、120円で売却したことによって、減価償却費は2増えてる。ところが、 その120増えたときの20は、これ前受け収益といって、これもこの消却期間にわたって取り崩していく。つまり、これ本当は収益なんですよ。まあ、収益なんです。なんだけど、この収益は、収益を上げたことによって、資産の母価が100から120に上がってしまって、減価償却が増えたということなので、 この減価償却をマイナスする作用がある。まあ、収益と考えてもいいんだけど、まあ、あの仕分けをするときの減価償却費っていうふうに強引に記録してしまいます。まあまあ、収益もいいんですけどね、ここは簿記の授業じゃないので、収益でもいいんだけど、まあ、そうすると結局ね、減価償却費、左に12、右に2だから、結局、もともとの10と同じになるよということになるわけです。いいですかね。であとは、 実際に、まあ、現金払って、それがリース負債の返済に充てられていくよということになります。ねまあ、今回、ここで利子率考えると、もうちょっとややこしくはなるんですけども、まあ、こういう処理をするんだっていうのもちょっと押さえておいてもくれればいいかなと思います。まあ、ただね、セールリースワークは細かいんですけど、本質はこれね、資産を担保に借金してるんじゃないですかと、この辺あの理解をしておき くれればいいいいかなという,ふうに思いますで最後、あの無形向性資産の話見ていきたいと思います。いいですねでまあ、基本的に費用として発生したんだったら、まあ、資産じゃなくて、費用で発生したんだったら、まあ、利益の計算上マイナスしていけばいいじゃん。それで終わりなんじゃないのということなんだけど、その費用が将来に経済的便益をもたらすんだったら将来の儲けをもたらす今じゃないよ。 陶器じゃなくて将来の儲けをもたらすんだったらそれ費用じゃなくて資産として計上すべきなんじゃないの、まあ、そういう見解は当然あるんですね。で、まあそのよく出てくるのは開発費です開発費,で開発費というのは実は日本はまあ端的に費用計上してます。まあ精密というふうに言ったりするんですけどもなかなかその開発したからっていってそれが成功する確率って高くはないでしょうと。 だから将来お金を生み出すかどうか分かんないんだったらまあ発生時に費用計上していいんじゃないんですかという考え方がある。まあ、他方でもしね何らかの理由でその開発費がどれだけ収益を生むか将来収益を生むかって分かってるんだったら将来に経済的便宜を生むってことが分かってるんだったら 資産計上すすべきという考え方もあります、まあ、日本の場合、開発費は費用計上するんですけども、まあ、国際関係基準の場合、まあ、一定の条件のもとで資産計上は認めてられていたりします。ですね、あとは、マーケティングの勉強とかしている人たちというのは、いわゆる企業のブランドイメージというのをすごく重視します。ね、ブランドイメージというのを重視する。なぜな,のな,な,ぜならば、ブランド価値があれば、それだけお客は、 多くのお金を払ってくれるわけなので将来の収益に貢献するはずだと。まあ、だからブランド価値というのを資産形上しようという考え方が実際にあります。ですね。まあ、ただ他方でねこういうブランド価値というのは目に見えるものではない無形のものなのでインタンジブルっていうんですけど無形のものなので、まあ、企業固有のそういった無形の経済的価値というのがあったとしても なかなか将来の成果とこう対応収益と費用を対応させるというのはなかなか難しいんじゃないですかと。まあ、有形だから簡単だということではないんですが無形であればなおさらその将来どれだけ収益をもたらすかというのは難しいと。なので即時消費用を計上するという考え方もまあ,ありますし、まあ、ブランド価値について資産計上することはまあやめておくということには今のところなっています。 もちろんそのブランド価値の計算が、まあ、あの金額がある程度その確信を持ってあの把握できるのであれば、まあ、資産計上するという可能性もなきにしもあらずかなと現状はちょっとあのまだそれほど資産として金額を認めるほどの確証がないということになるので、まあ、そのまま費用計上をするということになっています。ですかね。はい。えーっと じゃあ、まあ、これで、まあ、5章の話終わることになります。4章の収益に対して、まあ、5章の費用というのを、まあ、2回に分けて見てきたということになります。で、えっと、資産の話についてはまあ見たので、6章は今後ね、次回の動画は負債、えっと、の話をあの見ていくことに なります,ですか、ね、これでまあ7章の純資産を見て貸借対照表の話終わりということになるんですかね。じゃあ今日はちょっとあの具体的で難しい話もあったかなとも思いますけどもこの辺で終わりにしたいと思います。しっかりテキストを読んで復習をしておいてください。じゃあこれで終わります。お疲れ様でした。